たぎれ獣の力、取り澄ませ獣の刃、レッツゴーオン。こんにちは、ソーチャンネルです。ソー太郎です。マンペイです。ヤスくんです。ということで、本日は、はい、古原安久さんと、はい、呼んだことないでしょそんな風に呼んだことないでしょ古原安久っていうのは多分初めていたと思うんですよ。初めていた。そうだよね、古原安久とそうだよね、はい、ソーチャンネルと、はい、古原安久 TV、 そう言えてない古い、そう、古原安久 TV、 TV、 古原安久 TV さんとコラボさせていただきます。ありがとうございます。ヤスの方でね、前回の動画撮らせていただきまして、はい、そうですね、割とうちではもうそのゴーオンジャー VS 激レンジャーの時のやっぱりその思い出話というか、そうです、ね、あの時どうだったのかとか、そう、裏話なんかをちょっと、まあ、満載というか結構やってもらってるんですけれども、今回ソーちゃん後編では何やりますか。ソーチャンネルではですね、まあ、本当に行き当たりばったりに筋出しでフリートークしてみます。何やろ、筋出しで。ソーチャンネル今日何もいないから。ソーチャンネルは筋ないんで。筋ないんでね。カフェで話してるから。カフェで話してるね。そうそう。久しぶりに会って、こうなんか喋る感じで。お願いします。わかりました。一個ちょっとお願いしたいのが、はい、せっかくね、こう特撮、仙台出身者同士が集まってるわけですからね。ちょっとお互いの変身ポーズを。伝授し合うっていうのはちょっとやりたいなと思ってます。いいですね。いいね、だし、俺たちもさ、ほら、ゴーオンジャー側は、激レンジャーに修行を教えてもらったっていう体もあるからね、そうだね。ああ、確かにね。そう。先輩っていう体だったもんね、そうそうそう。だから今回は、教えられるけれども、俺もだから教えたってことでしょ。やりたい。これ嬉しい。ダッシュ5回ってやりたい。いやいや、それ俺、まだ前回。というか、エビちゃんだからさ。俺、そっち知らないからね。そっち知らんのよ、俺。間違えない。ウキウキ愉快だよ。違う違う、ドキドキ愉快だよ。全然違う。全然違う。そう。俺、どっちも俺じゃねえっすか。あ、そういうのやりたいな。はい。ありましょう。できる？教えられる立場にいる？教えられるけど、古原の。いや、おかしいよ、だから二人と別にいいや、いつも通りで。安で、ソウスケがね。いやいやいや、俺、フラハラ。そうそう、マシュアルの俺とフラハラって呼んでて、で、ソウちゃんは安くん呼んでくれてるから、まあ、統一して行こうみたいな、統一。いけるわけだよ。安くな。いやいや、全然息合わないな、この二人。大丈夫か、よくやってこれてるな、ほんとに。難しいよ、さっき見たけども。びっくりしたもん。動きが、変化数が多いな。そうだね、なんか割とさ、俺たち言われるんだよ。昔、そのジューレンジャーの人とかとコラボした時に、手が多くて覚えられないって言われたもんね。すごくありそう。年々ちょっと難しくなってるのね。難しくなってる。そうだよな。なんかさ、こう、変身とか。あ、それライダーだ。ライダーだね。そう、ライダー。かっこいいな。正直、持っときゃあったよ。ライダーに憧れた。わかる。歩きながらさ、こう。ちょっと後でそれやって。変身？自分のやつを歩きながら。できない。大事でした。もう、いい人。いけるじゃん。ただ、ここ多分ね、5本くらいしか歩けないから、それだけ。足りないな、場所が。どっちかな？教えてもらっていい？あ、いいですよ。わかりました。マジ？うん。難しそう。OK、じゃあ、僕たちのスマホ。僕たちのスマホ。ガチのスマホ。僕たちのガチスマホだね。ガチスマホだね。そうだよね。俺たちは、そうか。携帯で返事するから。なるほどね。でも、ガラケーなんですよ、俺たち時代的に。確かに。そうだよ、ガラケーの時代だよ。で、俺たちはまず、チェンジソール。今俺入ってるのこれエンジンソールなんだけど。エンジンソールね。そう。で、このチェンジソールを入れることによって変身できる。うんうんうん。チェンジソール。まずこうやってバッて出す。バッて。右が上ね。そう。携帯をバッて。バッて。そう。OK。バッて。右が上。いくぜがこれ。いくぜいくぜそう。で、パカ。諦めないのかね。で、チェンジソール。チェンジソール。チェンジソール。難しそう。お、いいね。セットできるんですね。セット。セット。で、そしたら、こうやって、ガッ。ガで、レッツ。レッツ。ゴー。ゴー。あ、こうなんだ。オン。オン。で、変身。あ、手はこうか。そう。これでもね、俺だけなんだよね。あ、そうなんだ。実はみんなはこうなの。本当は。だけど、俺。リーダーだから？なんか真ん中だから、結構いろいろやっても言われなかった。そう、俺だけこう。なるほどね。そう。だしみんな本当は、こうじゃなくて、本当はみんなこうなんだけど、途中から変身俺勝手にこうやって変えてて。5話後くらいに気づかれて、あれお前そのちょっと変身っぽい。バレてなかった。バレてなかった。ないの激レンジャーとかやっててさ、ちょっと自分自己流のなんかかっこよさ見つけるじゃん、絶対にやっていくうちに。俺ら正直、最初はすごいのよ。
手数も多くて、うん、あ、そうだよね、だんだんもうこれだけになる。ちょっとフル見せてよ、フル。フル、じゃあ、西洋見舞いと、ノロミラーの切り開く、アメージングアビリティ、劇場版で。そこまでやる、うん。まず、これ、これ、劇チェンジャーを、安くんにお借りしまして、まさかの僕たちが持ってないのに、安くんが持ってきて、なんかを、こっちお借りしました。はい、15年ぶり？いや、15年ぶりよ。こっちは Amazon で買った劇チェンジャーっぽいグローブです。というわけで、まず、動作ちょっと立てて。いいね。劇チェンジャーって、ちょっと4次元ポケット的な機能があるんですよ。はいはいはい。僕は、サイブレードっていう変身グッズをここに収納してます、うん、あ、そこに入ってんだね。そう、うんうん、それを出します、うん、出したのを空中でキャッチして、キャッチして後ろに一回回して、はいはい、一回出す、うん、で、ここで研ぎ澄ませ獣の刃、研ぎ澄ませ獣の刃、後ろに回す、回す、で、持ってきて、持ってきて、ビーストオンでボタンを押す、ボタンを押す、よいしょ。あー、結構手数多いね。そうなの。最初こうやってやって、ここでピッてやって出して、こう、そう、ピッてやんないの、もうここから放り投げた感じで、あ、放り投げた感じなんだってバーってやって、はっ、研ぎ澄ませ、あ、じゃあ研ぎ澄ませ、獣の刃、ビーストオン、この合ってる、合ってる、合ってる、合ってる。まあでもちょっと予習しました、これ多いんで下ちょっと見てた、下の方ですね。でもやっぱ実際やるとちょっと多いね。いや、多いんだよ、ね、だからこれは本当初回だけ、初回だけね、ほぼ初回だけ。あー、なるほどね。満遍見して、満遍見して、いくよ。指はね、こう、はい、うん、前にパッて出して、たぎれ、たぎれ、獣の力、たぎれ、獣の力で、ここに一回、こう横にこう、ほんと開くんでね、はい、はビーストオン、で、逆側の手が、左側パー、あ、こっち、そうか、こっちの、はい、ビーストオン、バンで、あー、ちょっと重いんだよね。で、ここに獣をこう、使う、作る。なるほどね。獣の顔して、左出して最後右でバン、ザー、はあ、せーの、たぎれ獣の力、ビーストオン、はあ、はあ、そう、終わりでよくない。めちゃくちゃ完璧だよ。練習力がすごいね。すごいよ。いや、完璧だって。よかった、うん、ちょっとじゃあ、そうちゃんと隣に本当に劇忍者がいるぐらい。やった、ちょっとニキニキだ。お、すげえ、ゾワゾワだ。後ろレッド。せーの、研ぎ澄ませ獣の刃、ビーストオン。あー、いやいや、でもよ、全然できてるよ。ほぼほぼできてる。ほぼできてる。ビーストオンのタイミング間違えた。いや、それぐらいじゃない。で、今日本気でやっていいじゃん。じゃあ、そうちゃん本気でお願いします。いきます。せーの、研ぎ澄ませ獣の刃、ビーストオン。まあ、もう OK よ。最後押すタイミングだけだもん。押すタイミング間違えたけど、もう完璧。ありがとうございます。すごい、ちょっと早めにビーストオンしました。ありがとうございます。ありがとうございます。まず、じゃあチェンジソウルを持ってるわけでね。バッ、いくぜ、チェンジソウル、チェンジソウル、セット、セット、じゃあ、じゃあ、ガッガッ、レッツ、レッツ、ゴーオン、オン、オッケー。もう一回いきます。むずむずい、むずいよね。じゃあちょっと早めにしてみる。7割で次10割多分いけると思う。この人縦を教えるのうまい人だ。うまい。じでいきますよ。それではいきます。いくぜ、チェンソール、セット、ガチャ、レッツゴーオン。割と慣れてきたんじゃない。よし、本気でいこう。本気でいきます。じゃあ、行くぜって3人言うのも、まあ、面白いからいいか。いや、おっていう。オッケー、いきます。では行きます、うん、行くぜ、うん、おう、チェンソール、セット、レッツゴーオン。いけたんじゃない。いけた、どうだった、どうだった。いや、わかんない。割といけたんじゃない。いけた、いけました。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張した。緊張するね。他の戦隊の変身したことないもん。いや、でもさ、覚えるの早いよ。覚えるの早い、早い。俺一番前だからめちゃ感じるし、確かに。そうだよ、ね。この前めっちゃ見えるし。俺もギリギリよ、もう。ずっとこれ見やすい。大丈夫、これ見てたら後でめっちゃ思い出ってる。めっちゃ見てるよ、どうぞ。
というわけで、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい体験をしましたね。覚えるの早い。いや、めちゃめちゃ早い。だって、ゴーオンジャーの変身ポーズを、今だかつて、あんだけ早いタイミングで、てか早い時間で覚えた人いないわ。本当、うん、もう、たくみさんなんて30分やっても覚えられなかった。あの、タイガーレンジャー、あの、ジュレンジャーのタイガーレンジャーなんですけれども、イエローの人ね。30分でも覚えられなかった。俺、なんて言ってるか分かんないよ。それ。コメントしづらいよ。だから今回で言うと、万平が多分覚えやすいんだよね。俺覚えやすかった。そう。こういうのが、最後なんてもう。ね、一緒だもんね。一緒だから。だから、そうちゃんのやつは逆に俺すごく大変だったんだ。これ2回このやるでしょ。そうだね。ね。しかも投げてキャッチとかやってたっけ？確かに、そう。だから初回だからお前いなかったんだよ。そっか。初めて聞いた。でも俺、そうちゃんのやつ見てるけど、うん、面白いよね。だって、筋がないでしょ、マジで。本当にないでしょ。マジで。で、万平との、あの、コラボのやつ、うん、俺2個くらい見てるけど、どっちも面白いよね。まず一つは、爆破の方。あれね。爆破の方ね。あれ確かに俺も一回やってみたいなって思うんだけど、ただ、やっぱ行く、なんだろう、行ったら大変なことになりそうだし、なんか、撮影どこじゃなくなりそうだから、どうなんだろうって思って。ベッドだから。そうね。やっぱり、ヤスが行くと大変なことになるかもしれないけど、うん、もう我々のやっぱりね、ブルーとホワイトが2人で行ったんですから、うん、しかもこいつジャージだから、ジャージお前が買ったやつ東京しかもこいつジャージだからじゃねえんだよ。ジャージだからてめえもジャージだから。確かにもうパーカーだよ。ジャージの2人組かな。ちょっと早く現場着いたの、はいはいはい、我々もちょっとドキドキしてるから、うん、どんな感じかなと思って。で僕らの中でちょっと淡い期待はあったの、うん、なんかやっぱり特撮好きな人とかにこうバレちゃって あれみたいな、はい、激レンジャー来てるのみたいな、本物じゃんみたいなあるかなって思ったんだけど、全く誰も気づいてくれない。嘘でしょ。スタッフさんにって話しかけて、多分我々から昔戦隊をやってた人間なんですけど、えマジで気づかれないの、スタッフに。全然気づかれないから。全然気づかれない。あ、行ったの俺らから。予約してるやつです。ですみたいな。マジで、ちょっと僕たちここ、懐かしくて。好きなんですか、昔のやつ。やってた人よ、やってた人。ちょっとふんわりとした導入をしてみたの。そうそうそう。いや、懐かしいな、みたいな。そっからなんか、あ、実はやってたんですよ。みたいな。まあ、そうちゃんは、今のこのそうちゃん見たら、確かにちょっと分からんかもしれない。マンペイに関してはマジ変わってないからね、全然。何も変わってないんだよ。なんか、ま、センター分けになったくらいじゃない。あの時髪型違ったよ、もう。あんまり。ブルーなら、全く、やつなんか、全く変わってない。なんか変わった？いや、あの当時のままちゃう。なんか変わってない。びっくりするよね、これは。肌ツヤも一緒じゃない？いや、本当に今。つけた分、要素ゼロやね。いや、言ってるけど変わらんから、髪の毛切ったくらいよ、本当に。だからみんなそんな変わらんね、多分ヒールやってる人って。特に多分変わってない。一番変わってないね。でも、マンペはずっとこれだね、マジで。変わんない。中身はね、やっぱ大人になって。中身も変わってないもん。暴力。変わってない。本当、中身も、見た目つけて中身変わらないもん。指差さない。見た目つけて中身変わらないもん。良すぎんもん。一番やばいパターン。見た目つけて中身変わんない。一番やばいから。まあ、やっぱり、当時から老けてますから、もう中身も成熟してたんですよ。いや確かにそうちゃんは見た時になんかすげえ人来たなって感覚がやっぱ一人だけなんだろうね。レンジャーの中に一人だけちょっとなんか師匠みたいな人おるやんみたいな。そう俺先生だった時本当に先輩だと思う。そうこれもう散々もう違うところでも言っちゃってんだけど、うん、こいつ本当初代もひどかった。何それ知らないわ。そうで俺の中での万平とそうちゃんのイメージってやっぱ激レンジャーの時から特にここ仲いいなみたいなイメージあるわ。まあそうね、同い年だから。でもなんかね、どっから仲良くなったのかが分かんないんだよね、今。うん、ああ激レンジャーもいろいろ聞いてたからもう本当に最初はもう全部 P よ、全部 P。 そんなわけで、はいはい、はい、楽しい時間もあっという間でございまして。楽しい時間も3分の1使えないじゃないですか。大丈夫。使えない話ばっかりしちゃいました。やっぱね、久しぶりになるとね。そうだね。楽しい話。楽しい話がいっぱいあるよね。いや、でも、それこそ、同じそのね、戦隊シリーズでやったからこそ、分かる楽しさもあれば、辛さもあるからね。そうそうそう。そうだから、ね、そうそう。多分、普通の人が見ても、いや、それはちょっと分かんないこともやっぱあると思うんだよね、俺たちのね。その中のルール。そうなんだ。やっぱりさ、こうやって久しぶりに会ったわけですから、ちょっと今後ねコロナとかもっと落ち着いたら、うん、イベントとかでもこういうお話いいね一緒にやりたいなって思うんですよ。やろうよね。でもさ特撮バーとかでさ1日店長とかやるの
なんでちょっと今カメラの前でビリビリしてるんですか。おお、そういうこと。いいよいいよ、やろうやろう、本当にやりたいやりたい。というわけで、うん、いつか、はい、こういったメンバーでイベントやりたいと思います。皆さんぜひぜひお越しください。来てください。というわけで本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。やすくんのチャンネルもぜひぜひ見てください。お願いします。バイ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 。バイバイ。ファンタスティックテクニック決める。いいね、息ぴったりやん。絶対言うよね、それ。バイバイ。これいつまでやるの。